マルベーニ星か。何か。ルクスリアに向かった天の聖杯の件でご報告が。構わん、入りなさい。失礼いたします。そうか、天の聖杯は真の手に。所詮は子供、その程度であったか。それとも得られぬ力を得るか。聖か。ヘルテル。は。儀式の用意を。承知いたしました。兄貴、まだ起きてこないも。もう2日になるも。あれほどの傷を受けたわけですから、命に別状はなくても体が休息を必要としているのでしょう。大丈夫かな、あいつ。レックス。何それ。帰るんだ。は？帰るってどこに？どうしようかな。じっちゃんは小さくなっちゃったし、やっぱアバリティアかな。リックス、お前。アバリティアかな、じゃないよ。ホムラはどうすんだよ。あんた今の状況わかってる？記憶が飛んでるとかそんなんじゃないよね。記憶ならあるさ、ちゃんと。だったらいいんだ。いいって。天の聖杯のドライバーとか言われてその気になって、自分になら何でもできると思い上がって、でもほとんど何もできなくて。できたことって言えばホムラを傷つけることだけで、だからもういいんだ。いいわけないだろ。あの子はあんたを守るために捕まったんだよ。知ってるよ。でも無理だ。無理って。あんなすごいやつに勝てっこない。俺なんかじゃとてもかなわない。それがよくわかったんだ。あいつらといればホムラはもう傷つかないで済む。だから帰るんだ。もともと無理だったんだ。楽園もドライバーも俺にはサルベージャーの方が。こんなバカ野郎。痛いか。でもね、ホムラの心の痛みはこんなもんじゃないよ。もっと何倍も痛いの我慢してあいつらのところに行ったんだ。私たちを助けるために。分かってるよそんなこと。だからってどうすればいいんだよ。技なんて一つも効きやしなかった。デバイスの攻撃だって弾かれて、あいつには全く歯が立たなかったんだぞ。
戦えば戦うほど炎と光を傷つけて、だったら俺なんかそばにいない方がいいんだ。本気で言ってるの？あの子がどんな気持ちであなたの元を去っていったのかわかる？私がそばにいるとレックスはいろんなものを失ってしまうんじゃないかって。だから私がそばにいない方がレックスも世界もきっと幸せになれる、そんな気がするんです。自分がいない方がいいとまで言わせて、それで何とも思わないの？あの子はね、あいつらと差し違えるつもりよ。そうまでさせて、それでもあなたはあの子と楽園に行きたいってあなたの思いはその程度のものだったの？久しぶりだね、父さん、母さん。俺ドライバーになったんだよ。すごいだろ。それでこの人はホムラ、俺のパートナー、とっても大事な人なんだ。俺ホムラと一緒に楽園に行くことに決めたんだ。この先何が起こるかわからないけど、ホムラと俺を見守っていてくれよ。もういいよ、私たちだけで助けに行こう。こんなやつ私たちの知ってるレックスじゃない。どこでも好きなとこに帰っちまえばいいんだ。皆さん、さすがにそこまで言わなくても。ここは女性陣に任せようじゃないかな。今のレックスは全然レックスらしくないですもん。たった一度負けたくらいで諦めて、情けないったらないですもん。だけどグダグダ言うんじゃないですもん。はな、そんなレックス見たくないですもん。花もご主人も本物じゃないですもん。だからレックスたちにすっごく憧れてましたもん。レックスは今までとっても頑張ってきたですもん。レックスが頑張るから花もご主人も頑張れるんですもん。レックスは目標なんですもん。ずっとずっと走り続けていてほしいんですもん。だからこんなところで立ち止まっちゃ嫌ですもん。花、王子。ボン。親父がボンを呼んどる。王宮に行くで。傷はもう良いのか？はい、もう大丈夫です。すまなかったな。私が天の聖杯を消し去ろうとしなければあやつらは。放っておいても、あいつらはホムラの前に現れた王様のせいじゃありません。俺のせいです。500年の昔、この国は二つに割れようとしていた。アルスやブレイドとの自然的共存を目指すアデル派と、あくまで人間による統治を掲げアルスを利用せんとする反アデル派とにな。アデルなき後、反アデル派の者たちは偶然得られたサーペントの制御コア、サンクトスチェインを利用しルクスリア王家を起こした。自分たちが英雄アデルの末裔だと語って。そうだ、フソたちは人心を掌握するためアデルの名を利用した。
やがてルクスリアは他国からの干渉を避けるため雲海深くへと隠遁したが、アデルの血脈ではないという秘密を隠したままな。そして法王朝はそれを黙認した。なぜかわかるか？いや、代わりにルクスリアが雲海から得る富、コアチップを毎年一定量献納させることを約束させたのだ。そなたたちに見せたいものがある。俺たちに？これは玄武に流れるエーテルだ。アルスは雲海を摂取することでその活動エネルギーとしている。活動エネルギーはエーテル流となり全身を駆け巡る。それを精錬し結晶化したものがコアチップだ。この開花がその生産施設となっている。アルスの活動に必要なエネルギーの一部を取り出しているということか。ルクスリアの気温が低く作物が育ちにくい主因がこれなのだ。そんな理由があったのですね。コアチップは国家のエネルギー政策、軍事政策に欠かせないものだ。法王朝はそれを欲した。何のために？当時のアルストは限りなく疲弊していた。反面、自国の影響力の拡大を狙うには絶好の機会とも言えた。そのために法王朝が？結果、ルクスリアは慢性的なコアチップ不足に陥った。あとはそなたたちが見てきた通りだ。極寒の地ゆえ作物も育たず、ルクスリアの民は貧しい生活を余儀なくされた。なんで雲海の上に出なかったのさ。自在に移動できるならもっと暖かいところに行けばいいじゃないか。他国との接触を恐れたのだろう。他国との接触はアデルの伝承が偽りであると知られる可能性があるからな。それで鎖国を敷いたのですね。その通りだ。それから500年、天の聖杯の目覚めを受け、法王朝はサンクトスチェインの教室を迫ってきた。拒否すればルクスリアの歴史をつまびらかにすると言ってな。アーケディアが？そんな。あの新書の中にそういうことやったんか。もうたくさんだ。これ以上このルクスリアが民が困窮することには耐えられない。だから私は決断したのだ。それでホムラを？天の聖杯は法王朝の剣として使われる可能性がある。しかしその力を封じてしまえばこうすることも可能かもしれない。今の生活からの脱却を掲げれば過去の王家の罪も許されるに違いないとな。聖杯の力を利用しようとは思わなかったの？我らには過ぎたる力、その資格がないことぐらいはわかる。だが果たしてそなたにとってもそうなのか。あの時そなたの瞳を見た時私は確信した。そなたにならば天の聖杯の力を託せるのではないかと。親父。だが結果的に事態をさらに悪化させてしまった。私の船舶な考えのせいで。この書は英雄アデルに関することが記されたものだ。これによればアデルは白の剣によって世界を滅亡から救い、
赤の剣と共に姿を消したと書かれている。白と赤、光と炎の剣のことか。書を記した者はアデルに近しい者であったのだろう。この者は好奇心からアデルが姿を消した後、ある者を探しに旅に出ている。ある者とは？天の聖杯第三の剣。第三の剣？その剣は金剛石のように透明で澄んだ輝きを放つ剣であったそうだ。だがアデルは終生この剣を使うことはなかった。否、使えなかったのだ。なぜ使わなかったの？英雄アデルをもってしてもその凄まじき力の本流に耐えられなかったのだそうだ。剣の力を恐れたアデルはいずこかに剣を封印した。そして著者はこう綴っている。その剣こそ本当の天の聖杯の剣であるとな。え、レックスよ、そなたは真に敗北した。確かにあの男の力は強大だ。だが本当にそうなのか。天の聖杯とは一人のブレイドにも劣る程度のものなのか。こうは考えられないだろうか。そなたが天の聖杯の力を全て引き出してはいなかったからだと。俺が二人の力を引き出せていない？王様、その剣はどこに？俺、その剣を手に入れたい。手に入れて、ホムラと光を助けたい。残念ながら、この書にも剣の在りかは書かれていない。そんな。だが、リベラリタス当初軍のいずこかに封じられたのでは、と推測めいたことは書かれてない。困難だろうが、もし探し当てることができたなら。リベラリタスに。覚悟はあるか？あの子の本当のドライバーになる覚悟はあるのかと聞いておる。ちっちゃん。どっちじゃ、レックス。アルサ、当たり前だろ。俺はホムラと光の本当のドライバーになりたい。なって二人を楽園に連れて行ってやりたい。ならついてこい、わしが案内してやる。ジークよ。なんや？王としてお前に頼みがある。珍しいな、雪でも降るんちゃうかって。とっくに降っとるか。天の聖杯の、いや、あの少年の護衛役を任じたい。レックスのか？うん、私はあの少年の瞳を信じた。あの輝きを失うわけにはいかん。いやいや、ずいぶん惚れ込んだもんやな。わかった、任しとき。頼む。ま、最初っからそのつもりやったけどな。しかし女性ってのは怖いですね。
おとなしそうな顔をして自分を消滅させるだなんて。そんなことをしたらあの少年も道連れにすることになる。計算づくだよ、全部な。花から脅しだったと？そうじゃねえ。あの小僧にコアクリスタルを与えたのは真に破壊された心臓の代用させるためだ。天の聖杯のコアには全ての生命の情報が記録されている。それを利用したのさ。すごいな、そんなことができるだなんて。やっぱ僕らとは違うな。コアはな、常に外的情報を蓄積しているんだ。こいつらの傷の連動は同じコアを介しての、言ってみれば情報交換。見方によっちゃ確かに命がつながっているとも言えるが、いざとなりゃそれを切り離すことだってできる。というと？デバイスに攻撃命令を下す直前に小僧に残りのコアを渡すつもりだったのさ。それで小僧の心臓は完全に再生される。天の聖杯はコアを失ってもしばらくは存在できるからな。何のためかは知らんが、俺たちはそういう風に作られてるんだよ。シンはそれを知っていたから提案を受け入れた。小僧の生死なんてどうでもいい。だがこいつは失うわけにはいかなかった。それだけさ。村に何の用が？矢崎村のもう一つの名前を知っとるか？え？英雄の村。英雄のって？そうじゃ、矢崎村はこの地に流れ着いたアデルが建てた村じゃ。大戦の後わしはアデルに村の守りを任され住み着いた。この村にそんな秘密があったの？何を守っていたと思う？もしかして？こっちじゃ。お守り様じゃないか。何そのお守り様って？村の守り神が祀られてる石の柱さ。じっちゃん、ここに何が？リックス、台座の石板を時計方向に回してみろ。これだ。あれ、この紋章ってあの時と同じやつだ。紋章に手をかざしてみろ。うん。これは。この道は東照宮の中心部へとつながっておる。エルピス霊堂と呼ばれる場所がそこにあるんじゃ。エルピス霊堂。ここも霊堂の扉もリベラリタスの人間にしか開けんようになった。そうか、それでシンはあの時俺を。アデルはこの村を建てた際、東照宮の中心となっておるアルスの体の奥深くにあるものを隠した。まさかそれが例の剣？どこから漏れ伝わったのか、天の聖杯の剣がここにあると聞きつけた者たちがこれまで何人も霊堂へと入っていったが、戻ってきた者はいなかった。そんな恐ろしい場所なの？ホムラと分けてまで封印したものじゃ。
何人の手にも触れさせないための仕掛けがされておる。じゃがアデルはこうも言っていた。この剣を手にできた者こそ真の天の聖杯のドライバーであるとな。真のドライバー、どうじゃレックス。行くよ俺。いや、行かなきゃならない。こうしている間にもホムラと光は。覚悟は決まったようじゃの。時不覚を取らなきゃ、こんな面倒なことはしなくて済んだんだがな。さてと、500年前の戦いで失ったものを復元させてもらうか。コアが欠けていても平気だなんておかしくね、あいつの体。メツはマスターブレイドだからね。神が作った最初のブレイド。僕らと違って何でもありなんだよ。で、復元ってどうやるのさ。天の聖杯のコアから失った情報をいただくんだ。それでメツは本来の力を取り戻す。で、あの子はどうなんの？当然、人格はズタズタ。まあ、よくて廃人だろうね。えげつな。あいつ性格悪いな。悪く思うなよ。こう作ったのは親父だ。だからさ、お前の代わりに直接聞きに行ってやる。なんで俺たちはこうなんだってな。まあ、とにかく天の聖杯は俺一人で十分だなあ、相棒。リャッコ、何つまずいてんだよ。すみません、先ほどからめまいが少し。あなたも？カグツチ様もですか？ええ、私も少し前から倒れるほどじゃないけど。うちもや。なんなんここ、絶対おかしいわ。どういうことだ？やはりの。じいちゃん、心当たりがあるのか？エルピスレイドはブレイドの力を奪うという話があってな、中へと入っていった者が戻ってこれなかった理由の一つがそれじゃ。ほう。周囲のエーテル場が希薄になってますもん。それが原因かもですもん。ルクスリアの王宮の時みたいに？それだけじゃないですもん。周りの光る粒子、エーテルエネルギーを吸収して光ってますもん。力を得られんとさらに奪われとるっちゅうわけか。難儀な話やの。花はなんともないの？花なら大丈夫ですもん。元気もりもりですもん。あ、そっか、人工ブレイドだったね、あんたは。この先が。ん？ここから先は心していくんじゃ。中に入ればブレイドはその力の大半を奪われてしまう。場合によってはエネルギーが尽き、コアへと還元し、二度とブレイドになれないかもしれん。
サイカ、お前はここで留守番や。なんでよ、なんでうちだけ。なんでも何も、お前自身が一番分かっとるやろ。それ言うたら王子だって。わいは根性でなんとかするわ。ほならうちも。あかん言うてるやろ。何か事情があるようだな。大したことあらへん、こっちの話や。嫌やで、絶対嫌や。あん時約束したやろ。忘れたとは言わさへんで。王子が行くならうちも行く。ええな、それで。勝手にせ。お嬢様。平気、こんなところで止まってられないよ。リャッコ、あの話はなしだからね。あ、わかりました。中に何があるかわからん。おまけにトラと花を除いた我々のアーツはかなり弱まる。心しろ、レックス。せやな、回復アーツも効果が薄いやろう。大怪我したらそこでしまいや。ああ、分かってる。トラ、花、立役よろしく頼むな。任せるも兄貴。花は人工ブレードだから、全く全然これっぽっちの心配もないもん。技術の勝利だもん。工業文明バンバンザイだもん。え、変ですもん。頼りにしてるよ。サイカ、大丈夫？心配あらへんよ。このくらいどうってことないわ。奥に行くに従って粒子も濃くなってきている。無理はするなよ。ありがとさん、その気持ちだけで十分やわ。気ぃつけてもらわんでもええ。こいつの面倒はわいが見るさかいな。ジークも辛そうだけど、どこか具合でも？うん、そういえば話してへんかったな。その傷は？前に生き倒れたことがあったって言うたやろ。そん時のや。王子、王子、あかんよこんなとこで。もうちょっと、もうちょっとで待ちや。そこまで頑張るんや。わいのことはええ、お前だけでもいかんかい。そんな、王子が死んだらうちはまたコアクリスタルに戻ってまうやんか。全部忘れてまうやんか。すまんな、サイカ。次はもうちょいマシなドライバー取ってやえたらええな。ええわけあるかいな。うちは、うちは王子よ。王子、王子。忘れたない、王子との10年間、忘れてたまるか。こんなとこで死なさへんって。なんや、やっとかいな。嫌やな、こんなやつのブレイドになるんは。まあでも、どうせ覚えてへんから、ええか。王子。王子！案ずるな。そのものならもう大丈夫だ。王子、助かったんか？君の存在がそれを裏付けていると思うが。あ、君のコアクリスタルを
彼の胸郭内に移植した。損傷が激しくてな。そうするしか彼を助ける術はなかった。すまんかったな、ワイのせいで。うち、嬉しいよ。は？なんでや。うちの一部が王子の中にある。そんだけでもう十分や。サイカ。何？ケディアで、そんなことが。ま、ワイもボンと同じっちゅうこっちゃ。もっとも、こっちはただの外科手術やけどな。外科手術と簡単に言うが、そんなことが可能なのか。アーケディア人のルーツはユーディキウムやって知っとったか。ユーディキウムって、テンペランティアで暴走したあのアルス兵器の。そうや、人とブレイドの細胞レベルでの融合。マンイーターの技術も元はユーディキウムのもんやったらしいわ。それで外科手術が可能だったと。おお、サイカたちブレイドの持つ再生能力でワイの傷んだ体を修復したっちゅうことで、サイカからコアを分けてもらったさがい、マンイーターちゅうてブレイドイーターみたいなもんやな。ブレイドイーター。せやからな、ここは王子もそこそこ辛いんよ。こんくらい大したことあれへん。さ、先急ぐで。お嬢様。大丈夫だって、白子。あんたは自分の心配でもしてな。ですが。亀ちゃんのくせにかっこよすぎるんだよ。え？それに引き換え、白子、試すよ。ここで私は私自身を。お嬢様、わかりました。霧が濃い。まるで雲海の中のようじゃの。化石化したアルスの体が大気と反応して発生しているようだ。息苦しいのはそのせいだろう。ニオ。なんだよ。辛いのか。まともに息もできないからね。そりゃちょっとくらいはふらつきもするさ。そうか。そういう時は何も考えず頭を空っぽにするといい。は？サルベージャーの基本なんだ。深く潜るほど脳は締め付けられる感じになるから、極力働かせないようにすれば締め付けとの干渉もなくなって少し楽になるんだよ。頭を空っぽか。それってレックスみたいにバカになれってことだろ。私には無理だ。なんだよそれ。みんなこっちに来るもん。この穴から下に降りられそうだもん。何者かが意図的に開けた穴のようですね。洞窟者かなんかか。ここに盗むものなんてないわい。あるとすれば、アデルやホムラに関するもの。推測じゃが、もしかしたら過去にシンたちはここに来ていたのかもしれん。そして沈没船の情報を手に入れてアバリティアに。
あくまで推測じゃがな。だったらこの先に行ったって何もないかも。もしそうならすでに第三の剣を持っていたはずじゃ。だが持ってはいなかった。あのアデルがそうやすやすと持ち去られるようにしているとも思えん。先へ進もう。きっと大丈夫さ。レックス、休憩だ。少し長く歩きすぎた。でも焦ったらあかん。まだ先は長いで。ニアも座り。なんやったら膝枕でもしてろか。冗談は顔だけにしな。ごめん、俺気づかなくて。流行る気持ちはわかる。気にするな。花、今のうちに駆動炉を冷やしておくも。あいあいですも。うおお、わきちちちち、もも。はあ、ご主人、ごめんですも。救急用のエアーだ。少しは楽になると思う。ありがとう。ああ、違う違う。ちゃんと鼻をつまんで、肺を広げるんだ。背筋を伸ばして、胸を張るようにして。これも、サルベージャーの基本、か。いいからやってみろって。へえ、結構効くね。だろ？この方法で。俺も昔は先輩連中の世話になったもんだ。親代わりとか自分で言うくせに、みんなろくなことを教えてくれなかったけど、こうして役に立つこともちょっとくらいはあったんだ。親代わりか。私の本当の親はそういうのあまり教えてくれなかったな。父親はグーラではそれなりに名の知れた漁師だったんだ。やたら勉強はさせられたけど、全部一人前の女になるためのたしなみとかで、今になって役立つものなんて一つもなかったよ。お嬢様だったんだな、ニア。想像つかないけど。殴るぞ。勉強は嫌いだった。でも今から思えば、あの時が一番幸せだった。お父さんと、それから姉さんと三人で。姉さんがいたのか。体が弱くてさ、よく付きっきりで看病したよ。お父さんはそんな姉さんの体を治そうと、いつからか人を集めて研究に没頭するようになって、そこからの思い出はあんまり幸せじゃないものに変わっていくな。ニア。お父さん、お金を使いすぎちゃって、結局漁師の立場を追われて、私たちは根なし草になった。姉さんもね、そんな生活に耐えられるわけがなくて死んだんだ。それからすぐに。つまんない話を長々続けちゃったね。にしてもこれ本当に効くな。なんだよ、こんなのがあるんだったら最初からよこせよ。もう平気だ。行こうか、レックス。
これは爆破でもしない限り進めそうにないな。ハナ、前段発射用意も。ラジャーですもん。やめとかんかい。こんなとこでぶっ放したら生き埋めになるっちゅうねん。冗談も、ハナにそんな機能はないですもん。踊れら。これも天の聖杯と絆を交わしたがゆえの力というわけか。わからないけど見て、まだ誰も足を踏み入れていないみたいだ。希望が見えてきたで。この子と共に生きる。お前は命を手に入れた。命。お前の中にはこの子がいる。お前はこの子と共に生きる。ニア、さあ呼ぶんだ、私のことを。父と お嬢様、お嬢様、大丈夫ですか。ニア、お前ふらついてもう少しで奈落に落ちるとこだったんだぞ。とんだ足手まといだね。ごめん。いや、無理しないで、もう少し休んでいたらいいわ。あんただって辛いんだろ。大丈夫だって。もう、姉さんが死んだ後、お父さんもすぐに亡くなって。え？さっきの続きだよ。私は忘れがたみになった白子と一緒にいろんな土地を巡った。逃げ回ったっていうのが正しいかな。逃げる？漁師だった頃に金を借りた人間たちからか。いや、法王朝からさ。どうして？事情はまあいろいろね。人食いだ！人食いのブレイドを捕らえろ！
の中の人がみんな敵みたいに見えて、私たちはさまよい続けるしかなかった。その日を生き延びるのに精一杯で、明日自分が生きていられるかなんて信じてさえいられなかった。そんな時出会ったのがシンだった。シンが私を拾ってくれたんだ。それでシンたちと一緒に、私はシンの姿に未来を見てたんだ。私には未来がなかったから一緒に見せてもらおうとしていたんだ。でもらしくないな。え、ニアってそんなことで悩むようなキャラだっけ？別に悩んでなんか。じゃあなんで昔話を？それはたまたま成り行きで。何が今のニアを縛っているのかわかんないけどさ、もっと自由でいいんじゃないかな。自由？自由でわがまま、こうと思ったらげんこつでぶん殴ってでも自分の気持ちを押し通す、それがニアってキャラだろ。なんだよそれ、ただの暴力女じゃないか。よくわかってるじゃない。なんだと？そう、それでいい。いつものニアだ。いつもの私？あと一息、頑張ろうぜ。レックス。兄貴、行き止まりだもん。あの紋章、古代戦にあったのと同じ。この者たち、まさか。来るぞ、レックス。いや、自分を隠すのも、命を見過ごすのも、もう嫌だニア。あの姿は…まるで…ブレードも。いや、ただのブレードではない。あれは、ニア。私はもう縛られない。過去にも、真にも、ブレードである自分にも。ブレード、これは自由でいいんだ。わがままでいいんだよね、レックス。そうじゃなきゃ、きっと生きてる意味なんてない。教えてくれてありがとう。大好きだよ、レックス。
も大好きだ。ニア。ニアのこともみんなのこともだから、もう絶対に立ち止まらない。新しいや。いいよ、それで。一緒に突っ走ろうじゃないか。行くよ。ああ、戦うのだ。誰だ。お前は戦い続けるのだ。お前以外の者のために。そんなの当たり前だ。でぇ、思い焦がれていた。お前のような者が来ることを。なんか、私はアデル、この世にあらざる者。その声、さっきの。少年よ、名は？レックス、ここ来たことある？楽園だって言ってた。その木の下に立っていたんだ、ホムラが。少し寂しそうだった。そうか、礼を言わないといけないな。礼？この光景は君が私に見せてくれているものだ。私はここを訪れたことがない。いつかは行きたいと望んだが、それは叶わなかった。そうなんだ。俺もまださ、まだ届かない。綺麗なところだな。うん、レックス、君の望むものは？富か、力か、牽制か。そういうのってよくわかんないな。でも力は欲しい。力を？守れる力を。何を守りたい？いっぱいあるな。じっちゃんやニアやトラや矢崎村のみんな、そしてホムラとヒカリも。欲張りだな、君は。紹介のみんなによく言われるよ。すべてを守る必要なんてない。一人の人間にできることは限られている。だよね。だが、君にしかできないこともある。俺にしかできない。彼女のすべてを受け入れることさ。彼女は恐れているんだ。自らの力、運命、そして私も恐れて天の聖杯の真の力を。君が本当に守りたいと思うもの、そのために君は戦え。
ブレイドは人と共にある。彼女が抱く恐れの全てを君が受け入れた時、君は誠のドライバーとなれるはずだ。レックス、レックス、どうしたんだよ。敵が消えたと思ったらずっと黙ったままで。ああ大丈夫、何でもないよ。これが第三の剣か。天の聖杯の剣が。なんでも、なんでボロボロになったも。すでにその芯が朽ち果てていたのか。なんちゅうこっちゃ、何のためにここまで来たんや。いいんだ。よかないだろ、あの子の本当の剣がなくなったんだぞ。本当に必要なのは剣なんかじゃないってことさ。え？大丈夫、俺もう負けないよ。行こう、ホムラと光を助けに。レックス、けどさ。信じて、俺を。レックス、どうやら何かを掴んだようだな。我々には預かり知らぬが、そうなんだろう。信じよう、君の目はあの時と同じ色をしている。ニアもブレイドやったとはな。なんで言わなかったんだよ。いいだろ、別に。よかないだろ。そのあたりはまだ子供だな。え、なんだよ。そのうちわかるさ。しやけど、ワイにレックスにニアか。なんや、この集団には人とブレイドの絆が深いもんが多いの。絆か、羨ましいくらいだよ。メレフ様、なんやったらアンさんもやってみるか。傷が残るのか。当たり前やろうが。ならば遠慮しておこう。いやそういう意味じゃないんだ。なんというか、その冗談ですよ。私以上に玉の肌なんですから、大事になさってください。すまん。で、この後どうすんのさ。霊道から無事出てこれたのはいいけど、手ぶらだよ。大丈夫、行くべきところは分かってる。分かるのか、ホムラの居場所が。多分ね。世界樹の近く、朽ちかけたアルスの姿が見える。そこに。朽ちかけたアルス、まさか。なんだも、メレフ心当たりがあるのかも。世界樹の近く、大空洞の側壁付近にモルスの断崖と呼ばれるアルスがいると聞いたことがある。モルス、聞いたことがあるような。メレフ様、それはもしかして雲海の下に広がる死者の国モルスへ通じていると噂される場所では。ああ、そうだ。アルストの誰一人として決して訪れることのない場所、モルス。
サタ、あんたまたここにいたの？熱心というかなんというか。なんだ？俺に告りにでも来た？バカかてめえ、死ねよ。はいはい、そうしますよ、いずれね。で、何やってんの？このマルサネスはイーラが残した最後の戦闘艦だ。対人戦以外の事態に備えとこうと思ってね。人以外の何と戦うっていうのさ。そりゃあなた言わずもがなでしょ。あんたまさか。悪かないだろ。はあ。ところで何の用？飯だよ。冷めないうちに食え。おお、そのためにわざわざ。愛を感じるね。マジでぶっ殺すぞてめえ。はいはい、そんじゃありがたく食いに行くとしますか。サタ、ここがモルスの断崖。そうだ、朽ちたアルスが漂う場所だ。思い出した、以前メツが言ってたの聞いたことがある。世界中への近道なんだって。ならやはり。スモ、この先に必ずホムラが。くだらねえ、ノイズだらけじゃねえか。で、どうした、大丈夫か。レックス。大丈夫。その様子、ホムラに何かあったのか。わからないけど、急がないと。嫌な予感がするんだ。なぜ逃げる？なぜ守ろうとする？俺たちにとっちゃ不要なもののはずだ。お前もそれを望んでいただろうがよ。やめて、そんなこと望んでない。私は。こんなもんを隠していやがった。いいだろう、その望み叶えてやるぜ。
どうしたの？何か思い出のものでもあった？済んだぜ。あとはサタヒコに調整させているマルサネスのあれとリンクすれば全て完了だ。聖杯は？ありゃあもう聖杯でも何でもない、ただの肉の塊さ。そうか。さあ来いよサーペント。抜け目がねえな。本能で攻撃するよう自立命令を打ち込まれてやがったか。ふっ、それを知っていたから素直に俺たちの元に。だがな、命令は書き換えりゃいいんだぜ。地震か。こんなとこで。割と近いぞ。急ごう。よく来たな。待ってたぜ。メツ。コアクリスタル。なんだ、人間の真似事はやめたのか。ったく、居場所が定まらねえどころか、考えまでもフラフラしやがるな、お前は。ホムラはどこだ。さあな、もう落ちんだんじゃねえか。ふざけるな。俺はまだ生きている。だといいがな。そう怖い顔すんな。500年前に失ったものを返してもらっただけだぜ。どの道お前はあいつに会えない。まったくよ、笑っちまうぜ。だってそうだろ、あの時のサルベージャーのガキが今じゃ自信満々の面構えで俺の前に立っていやがる。当たり前だ。お前らなんかに負けてられるか。ここまで来たことだけは褒めてやるぜ。けどな、消えろよ小僧。気をつけな、カメちゃん。メズの力はどんな物質も消し去っちまう力なんだ。腕だろうが頭だろうが持ってかれちまうよ。なんやと。じゃあどうすれば。どうにもなんねんだよな、これが。いや、てめえか。いや、もっと早くにこの力を使うべきだった。怖かったんだ、またあの日々が戻ってくるんじゃないかって。そのせいで救えたかもしれない命を。いや、けど教えられたんだ、私は自由なんだって。気づいたんだ、私が生きる意味に。ちぇ、メツ、あんたの力が物質の消去なら、私の力は命の再生。相手に生きる力がある限り、それを増幅させて、どんな傷だって一瞬で再生させることができる。ブレイドの武器だって同じ。元は私らの体からできてるんだからね。だからレックス、みんな、思いっきり生きな。はあ？うぜえぞ、リア！往生際が悪いよ、メッツ！
ったく、邪魔くせえ力だぜ。悪かったね。けどさ、この世界にとっちゃあんたの方が邪魔なんだよ。そうかい、そいつは最高の褒め言葉だぜ。しかし弱えな。再生はできても攻撃力はねえってか。もうちょっと気張ってみろよニア。ふ、いいさ、なら見せてやるよ、あたしの力を。レックス、手を貸して。わかった。あたしの動きに合わせて。ああ、行くよ。うらぁ。この程度か。ハッ、蚊の食うほどにも思わねえ。いや、てめえ何をしやがった。細胞の再生速度を暴走させたんだ。いくら不死身のブレイドだって大元は人間の細胞からできてる。それを利用しただけだよ。うん、それでか。その力を見抜いたから、シンはお前を。さあね。そんなこと、シンに聞きなよ。そうだ。一つだけ教えてやるよ。私の居場所はね、メッツ。ここなんだよ。にゃホムラ。一足遅かったな。必要なものは全てもらい受けた。シン、ホムラに何をした。さっき言ったろうがよ、500年前に失ったものを返してもらっただけだと。メツ、なんで。あの程度でこの俺がくたばるかよ。天の聖杯だぜ俺は。舐めてもらっちゃ困る。なかなかの演技だったろう。お前がやったのか。天の聖杯ともあろうものが人間ごときにほだされやがって。お前との思い出を必死に守ろうとしていたっけな。ま、全部消してやったがな。けなげだったぜ。私の思い出を奪わないでとか言っちまったよ。悪かったな、わざわざこんな偏僻な場所まで足を運ばせて。出がらしでもよけりゃくれてやる。追って帰れ。ホムラ、ホムラ、ごめんよホムラ。光、俺なんかと一緒になったばっかりに。レックス、兄貴。ニア。分かった。白子、ホムラを頼む。承知いたしました。なんだよ、泣きわめいて飛びかかってくるかと思ったが、ちった大人になったか。バカだ。あ？俺はバカだ。二人の気持ちなんてちっとも知らずに。歩いている道は全然違う道なのに、一緒に歩いているつもりになって、天の聖杯っていう強い光が作り出した影の道、そんな道をこれまでずっと
ホムラと光は一人で歩いてきたんだ。何言ってんだ小僧。だから俺バカなりに決めたんだ。ほう、何を決めたって。せっかくだからこの俺が代わりに聞いてやる。決まってるだろ。お前たちをぶっ倒して二人と一緒に楽園に行く。ぶっ倒す。真にまるで歯が立たなかったお前がか。おまけにこの俺は天の聖杯としての力を取り戻した。デバイスだって思うがままさ、できるわけねえだろ。できるさ。そいつはもうただの出がらしだ。当てにするだけ無駄ってもんだぜ。俺分かったんだ。二人が何を望んでいるのか。そのために俺がしなきゃならない本当のことが、ドライバーとブレイドの絆の意味が。みんな俺に力を貸してくれ。ホムラを取り戻し楽園に行くために。ちぇ、めんどくせえ力だな。ああ、それが取り柄なんでね。なんで？これって氷？まさか、シン！その通り。これがこいつの本来の能力。いくらてめえの再生力がすごかろうと、物質の動きが停止する絶対零度かじゃ、クソの役にも立たんぜ。絶対零度だと？これで思う存分切り刻める。やるぜ、シン！暇はねえだろうが。メレフ、そのまま動くんやないで。残念だったな。ハナ、くらえですも、邪魔だ。ハナ、ドラ。こんなところで倒れてたまるか！もういい。やめて、レックス。私たちに関わらないで。そう。これが私たちの望み。私たちの力は、レックスたちを苦しめるだけ。それなら、そんな力なくなった方がいい。楽園に行きたいって、言いましたよね。私たちの本当の望みは、楽園に行って父様に私たちの存在を消してもらうこと。それがこの世界のため。だから放っておいてくれればそれでいい。放っておけるかよ。傷を一つ受けるたびに君の痛みが伝わってくる。痛みが一つ増えるたびに君の心が泣いてるのがわかるんだ。なんだ、いよいよ頭がいっちまったか。目の前で女の子が泣いてるってのに、そんなの放っておけるわけないじゃないか。ここで私たちがいなくなっても、あなたはいつか楽園へと行ける。だから。それじゃあ意味がないんだ。俺は君と行きたいんだ。楽園に君と二人で。約束だろ。俺は君のために楽園に行く。君一人だけのために楽園に行ってみせる。だから行こう。そして確かめよう、君が何のために生まれてきたのかを。俺たちと君の未来がどこに向かおうとしているのかを。俺を信じてほしい。俺は君のために二度と世界なんて焼かせない。だから君の全てを俺に、この俺にくれ。
力を与えられて生まれた。それでも君は私たちが欲しい。なあ、この世界好きかい？ええ、ミアもトラ君も青龍さんもみんながいるこの世界が。なら行こう。なんだと。剣だと。ホムラ、光！ごめんね、レックス。でももう大丈夫。もう迷わない。これはその方がかっこいいでしょ。サンキュー。みんな行くよ。おう、リベンジだね。なぜお前まで粒子を加速できる？ないはずだ。お前にそんな力は。いくつはわからない。だけどできるんだ。望んだことが望んだままに。これがホムラと光の本当の力。まだやろうと言うなら。切らねば後悔するぞ。俺の本当の目的は戦うことじゃない。楽園に行くことだ。だから俺たちの邪魔をするな。そうはいかねえのさ。俺たちには俺たちの目的がある。そのためには邪魔なお前たちを消去する。目的ってなんだ？決まりきっている。人を滅ぼし、世界を滅ぼし、そして神を消し去ってやるのさ。俺は天の聖杯、神をも含めた存在を消し去るために神自身が使わせたイレイサーだ。イレイサーだって？そう、俺はイレイサーとして世界を消滅させる。そのためには楽園に眠る最強のデバイス、アイオーンを目覚めさせる必要があるんだよ。本気なのか？本気も本気、超本気だぜ。
それが神に与えられた天の聖杯の本当の役目なのさ。違うわ、父様はそんなこと望んでいない。あなたは間違っている。いいや、正しいのはこの俺さ。サーペント。その通り、終わりだ。こんなとこまで呼びやがったか。あれがセイレーンの本体。上等だ。遅れは取らねえぞ、ホムラ。光！